これから、スライディングエクササイズのダブルスパイダーマンランジの、ご説明をしていきます。スライダーの方は2枚ご用意ください。プッシュアップの状態からそれぞれの足の下にスライダーを置きます。で、置く位置は母子球が中央というよりは、少し前の方に置いた方がやりやすいと思います。で、この状態、頭からかかとまではまっすぐに保っていきます。ここから左右の足両方、一気に、前の方にスライドさせていきます。で、この時なるべく腰は上げないようにしていきましょう。なるべく元の位置を保ったまま、両方同時に前の方にスライドさせます。スライドさせる、戻す、スライドさせる、戻す。これが、ダブルスパイダーマンランジです。